しい旅もしますので最後まで見てください。よろしく。今から鉄板焼きを食べます。ではいただきます。緊張してきたわーめっちゃ赤い。でこれでポンポンですればいいですかね。こんな感じで、じゃあこれでいただきます。めっちゃ美味しい。やばー、わー何これ、超うまい。うーん、え、超柔らかくて美味しくて、なんて言えばいいんだろう、こんなに美味しい肉は食べたことない。やばい、ありがとうございます。え、なん、次はじゃあガリックで、わさびでキュッと、こんな感じで大丈夫ですか、はい、うん、面白い、面白い組み合わせですね。わさびと一緒に食べると割とさっぱりとして食べる。うん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 、そうですね、さっぱりしてますね。おいしいです。あ、正宗様だ。お待ちしております。お待ちしておった。いいこと、いかがだろう。我が城仙台城へよくぞ参った。心より歓迎いたす。俺がゆりこ大河です。ブラーボー。よろしくお願いいたします。嬉しい。こちらの伊達政宗公はじめ我ら伊達武将隊は仙台の魅力を皆さんにお知らせするのが役目ですので、はい、それではまずは我らの自己紹介させていただきましょうか、正宗様。では皆の者、名乗りを上げよ。はっ。片倉小十郎影綱である。片倉小十郎重綱である。仙台藩初代藩主伊達政宗である。へじゃも常長長谷クーラ松尾芭蕉でございます。奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊、わしが百合子大願だ。うわー、見事だよ。これは無理だよ。今難しいところ鞘はこちらに。あれあれただ親指が切れるだけになってしまうちょっと待って、あれちょっとあれ、ま、前はちゃんと習えたんだけどもう動いてない。あ、できた。はい、できた。我ら奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊、はぁ、
から上に上がっていくと政宗様のお墓霊廟があるんですが、仙台の1日目終わりました。乾杯。今セリ鍋を作ってます。入れて3秒。30秒じゃない30秒根っこの方で、あのこの葉っぱの方がもう3秒ぐらいお願いします。ありがとうございます。おいしい。長野はちょいちょい入れてきたらしゃぶしゃぶで、あ、そう、うん、あ、おいしいですね。肉とおいしい。だこれだったらいっぱい野菜が食べられると思うんですよね、うん、普段があんまり野菜食べないから。おいしいです。なんか、いろは横丁です。ちょっと歩いてみます。いろは横丁でちょっとワインも飲んでみたいと思います。ここのイロハの横丁はどんなところなんですか？気軽にお酒や食事が楽しめる、うん、天国、いいところですよ。天国。Oh, sorry, the paradise. パラダイスですね。Oh, 素晴らしいですね。仙台夜も楽しみます。So can we just ここは頂上の舞台と言われてるのホテルです。こういうグランドホテルで。ロココな雰囲気がすごく出てますので一緒にちょっと見ましょう。絶対にスタンドからの目離すな。すぐに行く。ここはジョータルが泊まってた部屋かもしれないです。もうジョージのファンだと絶対ここに泊まってみたいの部屋になりますですね。私も入ってきた瞬間にもうドキドキしたし、やっぱりセリフまでが痛くなるんですよね。で全部ヨーロッパ系のなんかデザインとか、なんだろう、荒木さん荒木先生の世界に入ってきたの、なんかポーズをしたくなるぐらい。いや楽しい。やれやれだぜ。ここはジョージョに出てるの靴屋さんです。もしかしてギラの吉影のヒントがあるかもしれない。早速探してみましょう。せーの、
どこに？どこにあるんだろう。わあすごい綺麗ですね。あ、見つけた。見つけたかも。見て、イタリア長女のイタリア人のあるんですよね、フィギュア。うわあ。マゲニョクジュエ。食べっ子動物いただきますか？いえ、結構です。わお、おーすごい。写真までとコーヒーまでとグッズ、やっぱりお菓子ですよね。食べっ子動物もあったんですね。で、フィギュアとサイン。あ、キラが出ちゃったね。君はいい顔してるんだけどな。あとスタンド、あ、ここそう、ここ漫画のシーンなんですけど、そう、ここは見るとこですよね。覚えてた。私アニメの方は見たんですけど、そう、なんかこれボタンはね、ボタン欲しいな。ボタン持ってくればよかったな。ちょっとここはキイラの吉影の領収書がもらうのワーズを聞いたので、早速聞いてみたいと思います。はい、じゃあマスクをお願いします。はい、で、はい、変なお願いなんですけど、はい、領収書で、あの、キラの吉影の名前で書いてもらっていいですか？キラ吉影ですね。はい、はい、かしこまりました。いいですか？ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。はい、タタン。すごくない？あ、すごい、もうお宝物します。初めて領収書はこんなにすごいものに手に入りました。ありがとうございました。喜んでいただいて光栄です。見て見て、到着しました。アニメのまんま、すごい。これから入ります。愛嬌のファンがすごく絵が上手で、いっぱいメッセージとか絵も書いてますね。かわいいっていうか上手。これはすごいじゃん。え、かわいい、すごい、いっぱいあります。あ、愛嬌大好きとか、めっちゃいい。で、せっかくなので私もちょっと書いてみたいと思います。スペースがね、あんまりないんですけど、ちょうどここポロン、ここの丸にちょっと書きたいと思います。よっしゃ。あ、本物、持ち帰っていいかも。すごい。古館先生の本物のサインが書いてありますよ。で、本当に本当にお世話になってます。すごい。いや、もうドキドキしてしまうんですよ。で、これから本物のステージが見れるんです。行ってきます。大胆でっけー。エアサロンパスの匂い、わー、本物の配給の体感が来たんです。なんと仙台はパラオリンピックスとオリンピックのためにイタリアのホストタウンになってます。すごい、これ見て、かわいい。ということはイタリアの選手たちは仙台に来るそうです。仙台の人もイタリア人を応援してくれるのは嬉しいです。今、ハイキューのギャラリーの前に到着しました。これから入ります。お楽しみです。レッツゴー。終わりました。見て、かわいい。これも入ったところにもらってて、でグッズもちょっと買いましたんですけど、
この袋もちょっと見てください。この作品が好きな方は絶対分かるなんですけど、これだけがあるならちょっと興奮しますので、なんか絶対捨てないお袋になります。はい、仙台の牛タンです。仙台といえばもう牛タンしかないだろう。早速食べたいと思います。いただきます。やわらか、めっちゃうまいですね、まずはすごい柔らかいし、でも外はちょっと焼けが多いですね。ちょっと火傷して、で中身はものすごく柔らかいので、なんか味もさっぱりしますね。おいしい。今ウェイカップガールズの愛理ちゃんの本当の駄菓子屋さんの方に来ました。で、なんと愛理ちゃんのフィギュアと、前の草電車のコラボと大きいのパネルも入っておりますし、でプラスで彼女は本当、アニメと漫画に出てるやつ の, あのお菓子なんですよね。これはお菓子ですよね。の朝ごはんの終わりのほんとちょっと買ってみました。これから食べます。はい、めっちゃ可愛いんじゃないですか。超幸せなのここ。ウェイカップガールズのアイちゃんのおこっき、あれ。いただきます。うん、クッキー、うん、うん。めっちゃ綺麗。蔵の大川の上に登りましたが、ここに実はね、あの綺麗なブルーレイクが見えることなんですけど、今日はアンラッキーすぎて曇ってて、でもうこれはね、雲の中にもういますよ。もう簡単に言うと天国までに行ってしまいまして、でちょっと天気悪いから全く見えないなんですけど、いや楽しみしてたね、本当に残念でした。でもまたね、来るきっかけがあればね、行きたいなってもう諦めない。1回2回3回とかもなんかまたチャレンジをしてみます。ものすごく寒いです。今一度
ちょっと食べてみます。あ、美味しい。うん、やっぱりずんだ甘いよね。めっちゃ好き。うん、美味しい。はい、東方温泉に来ました。で、今日の撮影のためにちょっと帰りの、温泉もやっと予約は取れたので、ゆっくり温泉も入れます。私はね、すごく温泉が大好き。もうジャパニーズ温泉がもう結構昔から好きで、で、なんか旅で必ず温泉に泊まりたいとか、涼感に泊まりたいとかはもう小さい時からそう思って、で、今日はの、撮影は最後まで楽しんでください。いきます、せーの。あ、最高。